さて、こんにちは、スレトルトと申します。ロストジャッジメント実況プレイ、始めていきたいと思います。控訴審が始まります。メインストーリーをラストまでがっつり追いたいと思います。新宿駅、迷惑防止条例違反、控訴審。どうなるんだろう。被告人は、現職の警察官、江原明宏。ターボーが弁護士になりました。戻りました。第一審での判決は、懲役6ヶ月。見てるね。でも、今回弁護側は、痴漢の事実を完全に否定し無罪を主張する。ただ江原は協力はしてくれないからね。被告人の痴漢行為を示すとする主な証拠は2つです。1つは池袋から新宿駅にかけての防犯カメラ映像、うん、もう1つは被告人の手から検出された被害者の下着の繊維。しかし弁護側はそれらを被告人の有罪に足るとは考えてません。検察の揃えた全ての証拠に対して反論を用意しています。用意してます。検察側いかがですか。我々としては一審での審理に手落ちはなかったと考えます。以上です。ではまず一審で提出された池袋および新宿駅構内の防犯映像をご覧いただきます。本当に弁護裁判ってこんな感じなのかな。10月7日午前7時43分、池袋駅ホームでの映像です。ドラマとかでしか見たことないから。サングラスにマスクをつけているのが被告人とされる人物です。これは 3D のやつで作ってるんだよな。これから1時間以上もこの場に立ち続け、停車する電車を何本も見送っています。そして午前9時6分、証拠を作ってるんだよな。本件被害者女性を見つけるとその後にぴったり続くようにして電車に乗り込みました。うん、駅ホームに立っていた人物と被害者女性が車両に乗り込んだ時の映像です。一審の時に何度も見た映像です。手短に心得ています。被害者の証言によると被告人は池袋駅を発車した直後から不審に動き、やがてスカートの中に手を入れてきました。本当は入れてないからな。そして6分後新宿駅に到着した時、勇気を振り絞った被害者女性から逆にその手を掴まれます。うん、ただし今この映像に映っている痴漢は被告人本人ではなく替え玉の別人だった可能性があります。その目的は同日朝に横浜で起きた殺人のアリバイ偽装でした。うん、つまり本件の痴漢行為はそのための狂言でありでっち上げです。殺人をやっていたと。一審の判決はその可能性に気づかないまま下されており、十分な審理がなされていません。早速始めたな。沙織さん、勝負はここからだ。さあ、でもあの SD メモリがあるからね。うん、証拠というかオリジナルデータが。憶測です。弁護人の発言を裏付ける証拠はどこにもありません。問題はそこです。そうですね。ええ、確かに替え玉の存在を示す決定的な証拠はありません。ですがこの可能性は検察の揃えた全ての証拠をもってしても崩せないんです。どういうことかご説明いただけますか。電車内で痴漢を働いた犯人は間もなく新宿駅のホームで取り押さえられました。その様子は付近の通行人に撮影され、防犯カメラの日本中に広く浸透したかと思います。なかった場所のことかな。被告人が現職の警察官であることでよりインパクトがあったのではないでしょうか。これ、まあ、前作にもいたかもこいつ。ホームで取り押さえられたのは間違いなく被告人です。駆けつけてきた鉄道警察に逮捕され、すぐに手の微物検査も受けています。うん、ただし先ほど電車を飛び出していった痴漢とは別人である可能性を否定しきれません。そのことを示す証拠があります。同じ花の格好をした痴漢が2人、逃走直後に入れ替わった可能性を示す証拠は、そうね、これは心の監視カメラのやつですよね。いやー、逆転裁判やってるみたい。突きつける。これだ。こちらをご覧ください。はい。それは大型モニターに出してください。可能性がある限り検察は確定って言えないから、ね、っていうことだよな。被害者女性と痴漢は証拠にならないぞって。電車のドアが開いた直後、駅のホームへ駆け出していきます。まず2人がいた車両は俯瞰図のここ、うん、痴漢が逃げていく進路は矢印で表示しました。何度もこれ見たもんな。俯瞰図の薄く色が塗られている部分は防犯カメラで見える範囲を表しています。オレンジですね。新宿の1日平均の乗降客数は世界一です。
設置されている防犯カメラも非常に多い。監視カメラの場所もちゃんと江原たちが調べたらすごいな。になっている部分ではわずかに死角が存在していたんです。替え玉と被告人はそこで入れ替わることができます。なるほど、その余地は十分にあったと。ありました。ええ、ですからこの証拠に基づいて改めて被告人に質問させていただきたく思います。いやでも質問しても協力はしてもらえないよな。私がやりましたっていうだけだよな。あなたは一審判決を受ける際裁判長にこう言ったそうですね。あ、最後のやつ。3日前に横浜の廃ビルから死体が出てきたはずですと。さらにその死体が三越柴博という男性であることまで言い当てた、うん、警察もまだ身元を特定できていなかったのにです。犯人とかじゃないと分かんない情報だ。なぜそんなのができたんでしょう。夢のお告げがあったんですよ。不思議ですね。三越柴さんはあなたの長男敏郎くんの同級生でしたね。ねえ、江原敏郎くんは4年前に自宅アパートで亡くなっています。自殺でした。その後被告人は敏郎くんの自殺の責任をめぐって学校を訴えています、うん、ええ、江原さん、学校を訴えた理由を教えていただけますか。これは言いそうだな。息子がいじめに遭っていたとの噂があったからです。しかし裁判所はその事実を確認できなかったとしました。いじめの噂というのはネット上のものでしょうか。そうですね。その中にはいじめ加害者として三越柴さんの名前も挙がっていました。被告人はそのことをご存知でしたか。ね。では三越柴さんに殺意を。これはノーって言わないんじゃないか。異議あり。弁護人の質問は本件と関連性がありません。本件は痴漢行為があったかどうかを審理する場のはずです。却下します。また三越柴博が殺害された件は現在神奈川県警で捜査中です。捜査してません。本法廷での素人推理はご遠慮願いたい。弁護人いかがですか。至って重要です。三越柴さんが殺害された件は本件事件当時のアリバイに関わる重大な事実であり関連性を強く持っているものと考えます。わかりました。お、検察側の異議を棄却します。ではせめて手短に。さっきの質問に答えていただけたら終わります。被告人は三越柴博に殺意を持っていましたか。動機だね。動機もちろんです。ああ、それはでもな、裁判長、そこは否定しないだろうな。江原は被告人は敏郎くんの仇ともいえる三越柴さんが殺された日わざわざその時を狙いすましたように痴漢を働いたんです。結果的にそれが殺しのアリバイとなりました。しかも検察や法廷のお墨付きです。痴漢としてたかだか6ヶ月の実刑で殺人の罪を逃れられるならそれは被告人にとって手の込んだでっち上げをする動機になります。動機は完璧だ。そして実際に自分の替え玉に痴漢をさせ捕まる直前にすり替わってみせた、その可能性があります。だったら弁護人はまずその証拠を出すべきでしょう。そうじゃない、証拠を出すんだ刑事版検察が。そうじゃないですよね。刑事事件の立証責任は検察側にあります。そうだ、こちらが全ての証拠を踏まえた上で痴漢が無実である可能性を示した以上検察はそれを叩き潰さなきゃならないはずです。勝ってるね。いいでしょう。え、先ほど弁護人の言っていた防犯カメラの死角は不完全です。なぜなら被告人が逃走している間被害者女性はずっとすぐ後ろから追いかけていました。マミヤの話ね。そんな状況でもし被告人が替え玉と入れ替わっていたなら被害者女性に目撃されたはずです。そうでね。しかし被害者からそのような証言は出ていません。グルなんです。被害者女性も替え玉トリックの協力者です。本件痴漢行為における被害は虚偽の申告だったと考えます。クラスメートたちを出していくよ。いや、今のは被害者女性への侮辱です。女性の尊厳を傷つける発言です。
本当だったとしたらな。どうする？ここで引くわけにはいかないぞ。痴漢被害者の間宮優衣についてどう言おう。被害者女性とはいえ疑惑は濃厚。彼女は非常に優秀な嘘つきだ。賢者はもっと人を疑いなさい。発言を撤回、謝罪します。疑惑は濃厚。被害者女性の疑惑は濃厚です。彼女の役割も全て仕組まれたものだったんです。その可能性が非常に高いと考えます。50過ぎて妻とも別居中の男が寂しさに耐えかねて痴漢した。いや、ひどいこと言うな。それだけで完結する可能性の方が高いと思いますがね。その言い方だと弁護側が主張する可能性もゼロではないということですね。可能性は高いって言ったもんね今。何？すると 100% の確信なく被告人を有罪とした第一審。違う、うまい。審理が不十分だったということになります。ただの揚げ足取りです。弁護人、被害者女性の疑惑が濃厚というからには何か根拠があるのでは？あります。ええ、根拠はあります。実は痴漢の替え玉トリックに協力していたのは彼女一人ではなかったんです。逃走する被告人を最初に転倒させた男性やクラスメートね、赤池もいいんだろうな。撮影していた通勤客、彼らと本件の被害者女性はみんな同じ高校の同じクラスに在籍していました。でもこんなん証拠になるな、めちゃくちゃ。大変不思議なことですが、一見無関係に見えた彼らは、いや、これ結構証拠になり得るよな。全員クラスメートって、そこに組織的かつ計画的な意図があったことは明白です。いいよ。調べたところ彼らは13年前に都内の黒川学園を卒業した同窓生でした。ところで先日偉人町で殺害された教職員沢陽子さんも同じクラスを卒業しています。お、つなげた。そして彼女は4年前に被告人の長男敏郎くんを教えていました。沢。このことは黒川学園の卒業生たちと本件との密接な関係を示す事実と考えます。うん、もちろんここでそれらを精査する気はありません。我々は被告人が痴漢として取り押さえられた状況に多くの協力者として痴漢を取り押さえた奴らが全員クラスメイトだったという偶然、その可能性がある限り弁護側は被告人の無罪を主張します。裁判長、お発言よろしいでしょうか。何でしょう。私は殺人などしていません。起訴された通り電車内で被害者の体を触ったただの痴漢です。全ては弁護士たちの妄想ですよ。妄想ときたか。ならそろそろあれの出番かもな。お、 SD カードいくか。被告人、ではなぜあなたは控訴したんですか。そうなるよな。弁護士が始めたことです。私はそれを止めなかっただけに過ぎません。弁護人、いかがです。被告人の言った通りです。ただおそらく被告人は記憶が混濁しているように思います。うん、その記憶喚起のためにある映像を見ていただきます。本来ならこの映像はダメって言われてたのにね。よろしいですか。うん、大型モニターには出さないでください。傍聴人に見せるには刺激が強すぎる。それはダメって言っただろ。殺人の映像です。それは証拠として出せなかったんじゃ。あくまで記憶喚起のためという条件で、裁判長が許可をすればあなたに見せることは認められるんです。結構です。おお、この映像ですね。液タブみたいなやつに再生してんな。出どころ不明のネット動画だ。いいえ、この映像はカメラが直接記録した SD カードから再生されているんです。これはかなりの証拠になるらしい。書き切り型媒体といって警察が証拠を撮影する際にも使用されます。つまりそこに記録されたものは信憑性の高いデータと言えます。あんたは無所を出てからこれを世に出すつもりだったはずだ。でも桑名はもうそれを待てる状況じゃない。だから俺にこれを託したんです。殺さないで頼むす。敏郎君の言葉、
この先一生謝りません。償いません。どう償うんだ。ないんですよ。わあ、こういうこと言うのがバカなんだよ。自殺するなんて思わなかったんです。みんなも見たくないだろうにな。やめて。まあ、殺されるほどのことをしたかどうかとかはもうちょっと難しい話だけどさ。三越馬がやったことがね、被告人敏郎君の命を奪ったからね。この映像に映る白いレインコートの人物、これはあなたじゃありませんか。あなたですね。似てるかもしれませんね。あなたに殺害されているのは三越馬博さんです。解剖結果によると10月7日午前7時半以降に死亡しています。するとその直後7時43分に池袋駅の改札を通ったのはあなたではなく、そうね、替え玉だったと考えるのが自然です。弁護人としてはこうした映像がある以上被告人の痴漢の事実に疑いを持っております。引き続き被告人に質問を続けさせていただいてもよろしいでしょうか。検察側いかがですか。言えないだろう。何もいくら信憑性の高い映像でもその一点だけで殺人の事実は断定できません。え、そのことはあらかじめ申し上げておきます。検察が私の殺人の事実を否定している。これじゃどっちが私の弁護人か分かりませんね。そうですね。そうですね。そもそも弁護人は替え玉替え玉と簡単に言いますが、桑名なんだよな。その替え玉をした人物はどこにいるんです。桑名を何者ですか。法廷に出すんだな。駅の防犯映像に映る被告人はサングラスこそかけてますが、どう見てもご本人だ。 3D プリンターでマスクを作ったと考えられます。検証してみれば分かりますが、池袋駅や電車内で被告人とされる人物は一切口を動かしていません。そうなんだ。我々は替え玉をしたとおぼしき人物やその協力者たちからそうした話を聞き取っています。では彼らを呼んでその証言をしてもらわないと。その必要はありません。被告人が全部承知しているはずですから。私は何も知りません。知らないそうですよ弁護人。どうしますか。被告人は痴漢をした、殺人はしていないという、うん、殺人動画は確かによくできているが他に弁護人の主張を裏付けるものは何もない。裁判長、次回本件被害者女性の証人尋問を申請します。マミヤオ。いえ、被告人と被害者は共に痴漢の事実を認めてるんです。あ、双方が主張する事実関係に齟齬はありません。そうなっちゃうんだな。この状況で被害者の尋問を申請するのは前例がないでしょう。それなら痴漢の犯行が殺人のアリバイに利用された前例もないはずです。その可能性もある程度は認めますが、被害者を出廷させさらなる精神的苦痛を強いるには不十分です。痴漢されてたらってことも考えたらね。被害者女性の尋問申請については改めて却下します。しかし弁護人、私の判断は今言った通りです。難しいね。裁判長、先ほどの被告人の供述を受け今少し質問したいことがあります。わかりました、続けてください。何でしょうか。このまま江原にシラを切らせたりはしない。何か突破口を見つけるんだ。この状況で突破口を見つけるのか。ケンジはね、江原が認めない限りはまだまだ余裕なわけだもんね。警官としての誇りはありますか。誰が三越馬博を殺したんですか。あなたは桑名仁を知ってますね。桑名の名前だよな。江原さん、あなたは桑名仁を知ってますね。美人町で便利屋をやっていた人物です。いえ、知りません。10月7日桑名はあなたの姿になりすまし、うん、池袋から新宿駅へ向かう電車に乗っていました。彼がこれまで何度も話に出てきた痴漢の替え玉、その人です。裁判長、今の発言を裏付ける証拠はどこにも提出されていません。桑名という名前の載った文書その他検察は一切知らされていない。その桑名は被告人に
三越場さん殺害を焚きつけた人物でもあります。弁護人、検事のおっしゃった通り、いけんのかこれ。我々は桑名という人物を承知していません。実在するかさえ確認が取れてないんです。わあ、これ以上は控えてください。ダメなのかな。ですが被告人の動機を説明するには桑名の存在が不可欠です。彼がいなければ江原さんは三越場を殺しておらず、この法廷にいることもなかったはずです。まあそれは間違いない。違いますか。私は桑名という人を知りません。いえ、あなたは彼のことを知ってますよ。え、どうやんの。桑名があなたの復讐心に火をつけたんです。そのことを思い出していただきます。え、江原と桑名の接触を示す証拠がある。それが三越場殺しの動機だったはずだ。え、沢先生の肉声データ、そっか、証拠品がまだ持ってんだな。いろいろ井原、これは聞かされたってやつだもんな。いやー結構証拠は多いけど、どれだろう。解剖跡でもない、これしかないな。まあ、これを見せてる、聞かさせられてんだもんね。これになります。何です。あなたはネットの書き込みを読んだだけで三越場さん殺害を思い立ったわけじゃありませんよね。あ、これを聞いたから。学校と裁判で争っていた時でさえあなたはまだ誰のせいで敏郎君が亡くなったのか確信がなかったはずです。そこへ桑名がこの音声データを持ってきたんじゃありませんでしたか。ん、じゃあそれはまさか。田代君は顔を晴らしながら屋上に逃げ込んできたんです。後からすぐ三越場という生徒が探しに来ました。ここに江原の声はないよね。あの時田代君の怯えてた顔が頭から離れません。4年前田代君を教えていた沢陽子先生の声です。これを録音し被告人に聞かせたのが桑名です。すべて打ち明けてくれました。からかわれて、殴られて、お金を取られて、誰も助けてくれなかったって。でも私はそれを法廷にまで言ってなかったことにしてしまったんです。本当はそんなこと絶対にしたくなかったのに。でもこの証拠もないのに私一人証言したところで、この音声は江原にとっては嬉しいだろうね。公にしたいもんな。これは被告人はこの音声を聞かされたことで自分の息子が三越場さんに追い詰められ自殺したと考えた。そして三越場さん殺害に引き込まれていったんです。どうですか江原さん。まだ否定できるような証拠にはならんよな。ありません。なるほど。ではこれまでじゃないですか弁護人。いい加減本題に戻るべきだ。私はさっきの音声を桑名から渡されました。ですが考えてみれば出所不明の怪しげなものだったかもしれませんね。あ、何？うまい。映像だって自在に捏造できるご時世です。うまいな。これこれくらいいくらでも作れてしまいます。なるほど。どういうつもりだ。声の主である沢先生は先日何者かに殺害されてしまいました。録音した桑名もまたこれ嘘なんですねって言うんだ。うわ、うまいな。もはやこの音声の内容が真実かどうか裏付けてくれる証人はいません。でも江原にとってこの音声の内容は間違いなく真実だったはずだ。わあ、うまい。そう来るのか。私の思い違いだったんでしょうか。あなたはこの音声データの内容をご存知なかったんですか。桑名から聞かされたのでは。うわあ、うまいな。知りません。聞いたこともないし。じゃあこれは嘘なんですね。この映像は、この音声は。ところでこの音声データはおそらく私以外には桑名しか持っていません。
その桑名が消息不明である以上、データは今私が手にしているこれだけです。バックアップも取ってません。何が言いたい？消そうとしてんだ。今ここで役に立たないなら、このデータはこの先も必要ない。あなたにも関係がないということですし。うわー、うまい。ならもういっそここで消してしまっても構いませんね。とんでもない証拠だよこれ。バカな、ダメだ。おお、あー、これすごいわ。なぜ消してはダメなんですか？それは三越馬が裁かれるべき人間だった証拠だ。みんなが敏郎の受けた仕打ちをなかったことにしようとした、そのたった一つの証拠だ。学校との裁判で法廷は敏郎の自殺に直接的な原因はわからないと、結局誰一人責任を取らず、誰も罰せられず、息子だけがバカを見た。いやー、もうこれ泣いちゃう俺。ね、そうでしたね。あんたらはなんて無能なんだ。偉そうに法だ正義だとすまし顔で、結局真実には届かない。そして俺なんかのあれも嘘にコロッと騙される。あ、たかが痴漢と軽く見てちょろいもんだ。お前らがそんなんだから、敏郎は命を捨ててまであげた恋を拾えず、三越芝を野放しにした。人殺しを裁けなくて何が法だ。だから俺が三越芝を殺すしかなかったんだ。おお、あ、行った。これとジャッジアイズにも出てた人だね。痴漢の現職警官、やっぱり殺しもやってました。あなたは三越芝博を殺害した後、新宿駅で替え玉をしていた桑名と入れ替わり、痴漢として取り押さえられた。ああ、すげえ。よくこの証拠だけでここまで行ったな。あなたは法廷に敵意を持つ被告人です。うわ、その言葉だけでは信用できません。本当に三越馬さんを殺害したというなら、あの殺人動画以外に物証はないのですか？本当はそれを無所出てからこれ見よがしに出すつもりでいたんで、その方が引き立つでしょ、法の無能さ加減が。いや、でももう何か残ってるんですね。あ、でも検事は切り替えたのか。ええ、何がですか？妻の住んでるアパートに、うわ、息子の仏壇があります。そこに結構危ないとこに置いてるな。三越馬を殺害したナイフが収められてる。え、これ奪われんじゃないの？奴の血がついたまま。はあ、その仏壇、僕手を合わせましたよ。じゃあ手柄を上げ損ねたな、星野くん。わかりました、すぐ調べに。先に RK とか行って取ってきたりしないか？弁護人、まだ何かありますか？すげえ、あっぱれだ。どんな理由があっても個人的な復讐は許されるものではありません。まあそうだね。ただこの江原さんの動機は法への不信感です。万人に公平なはずの法は敏郎君へのいじめを証明できず、その加害者に何の責任も負わせられなかった、うん、法もそれを扱う人間も完全じゃありません。そこに救いきれてない人たちがいることを本件は浮き彫りにしたと考えます。異例ではありますが、本法廷は三越馬さん殺害の凶器発見まで休廷、続きは日を改めたいと考えます。検察、弁護人、いかがでしょう？了解しました。弁護側、異存はありません。検察も別にそんなに悪いやつじゃないのかな。
完全に公安に買われてんのかなと思ったけど、どうなんだろうな。うわー素晴らしい。いやまさかこんなに綺麗に終わらせられる。神奈川県警が江原の妻の家でナイフを押収したそうだ。素晴らしい。たかが痴漢と侮って恥をかかされたよ。おお。それは私も同じです。探偵のことも侮っていた。おお。何より私は思い上がっていた。おお。真実の追求より法の権威や組織のしがらみが上であっていいわけがない。そのことを改めて学ばせてもらった。うわ感謝する。すごい。いえ、ちゃんとね、成長したな。あ、源田先生。先生、そうね、言ってたもんね。坂野健二は駆け出しの頃からずっと頑固もんだ。一度言い出したら自分の上司にだろうが噛みついてやり遂げる。だから人に頭を下げるなんてことは異例中の異例なんだよ。やっぱり苦手ですよ、源田法律事務所は。おお。あー、こいつもなんかね、しょうもない小物ではなかったね。ただ騙されてただけだったんだ。お疲れ。すごい、本当にすごい。大丈夫か。あっ、楠本突破道でしょこれ。矢上さん、どうするんだ。楠本事務次官。バンド。じゃああいつが公安の。ええ。華麗なものでしたね、矢上先生。さすが桑名に見込まれただけのことはある。何しに来た。どうするんだ。矢上先生とだけお話ししたい。なんか取引か。俺たちお邪魔か。余計な情報を知れば彼らも危険にさらされる。お望みとあらばそれでも構わない。まだまだ続くね。ここにいても矢上さんを困らせてしまうだけですね。まあでも江原はそうね、三越場は罪を逃れたんだけど、でも楠本のね、可愛い楠本満をいじめてた可愛いは一応罪を償ってんだよね。 法廷で反省はしてなかったけど、もうそこの差もあるよな。難しさ。楠本さんに桑名から手紙が届いたんだ。一月くらい前。手紙じゃ逆探知はできないからな。ほいほいほい。一月後って出てたもんな。手紙にはなんて。相馬から聞いてるだろう。桑名は河合信也の死体を隠してる。楠本さんの指紋や痕跡が残されたままでな。冷凍されてんだよな。そんなものが明るみになれば厚労省はまた大事になる。厚労省いつも大事だから。我々としては河合の死体を回収し、燃やすなり溶かすなり速やかに処理してしまいたいんだよ。死体はもともと満をいじめた連中を操るために保存していたもの。そうね。でも先生は今それを私の弱みとして握ってるんです。そんな話をなんで俺に。罠を探してほしいみたいな。先生からの手紙に書いてあったんです。お、江原さんの裁判が終わったらあなたと話せるようにしてほしいと、私の電話を通じて。ええ、クワナか。逆探知されないのか。楠本さん、近くに矢上もいますね。スピーカーフォンにしてください。どうぞ。江原さんの裁判うまくいったみたいだな、矢上。あの人は望んだ通り法に意思報いることができたはずだ。お前のおかげで、まあ、意思は報いたね。確かに公安があんたの位置を逆探知してるはずだ。今何か対策してるか。いや、持ってるスマホから直接電話してる。でもいいんだ。おお。どうせいつまでも逃げ切れるもんじゃない。いいの。何考えてる。捕まったら殺されるぞ。だからそうならないように交渉してるんだ。
はあ。楠本さん。はい。正直なところ、あなたに裏切られるとは思ってませんでした。そうね。ミツル君が起きた。ミツル君が目を覚ましたんですね。そう、桑名にとっても嬉しいことなんだな、それ。だとしたら、河合を殺害した過去は、あなただけの破滅にとどまらない。すべてが明るみに出れば、ミツル君を人殺しの子にしてしまう。それは、それだけは避けなければならないんです。ええ、そうです。うわ、桑名は、あなたはそれでいいんです。優しいね、信念があるね。この先もずっとそうしてください。あなた方親子はすでに地獄を味わった。ミツル君を守りたいのは私も同じです。味方だね、そこにとっては。どこ、この電話を逆探知すればわかります。私は今あいつの死体と一緒に。何をしようとしてるんだ。居所がわかりました。すぐ相馬を向かわせます。相馬を向かわすの。うわー、これ今どこだ。三つどもえだ。異人町だよ。あの町から一歩外に出れば俺は無力だからな。他に行き場なんかない。どこにいんの異人町の。クライマー。河合の死体と桑名が片付いたら次は俺でしょうね。そうね。坂東のさじ加減次第でもう何人か知りすぎた人間が口を塞がれるかも。沢先生がそうだったように。あなたが選んだのはそういう道です。ここまで行くとな、ミツル君のためにこんなに人がね。ミツル君にどう伝えるつもりですか。私のやったことじゃありません。沢さんが巻き込まれるなんて予想できたはずがない。でもこの先、ね、桑名に起きることは予想できるんじゃありませんか。確かに。俺はむざむざあいつを死なせたりはしません。だから異人町に向かいます。私がバンドに掛け合います。あなたを殺させたりなんてしません。そんなこと言ったって。だからもう余計な首を突っ込まないで。聞けませんよ、そんな頼みは。つくも、桑名は今も異人町だ。相馬が RK を引き連れてあいつのとこに向かう。それは確かですか。何か動きがあるはずだ。場所を絞っといてくれ。俺もすぐ異人町に向かう。いや、すげえ、もうずっとすごい。マジでドラマ見てるみたい。買い替えアイテム買うの忘れたな俺。大丈夫かな。いや、俺には戦略はある。あ、服が戻ったね、いつもの。やっぱこれじゃないとね。つくもか。異人町に着いたようですな、八神氏。今どうなってる。 RK は動き出してるか。ええ、それと先ほどからネットにある写真が出回り出しています。ある写真。おそらく桑名さんが意図的に流した写真かと。今そちらの端末に送りました。桑名は待ってくれ。でも桑名は死ぬ気はないんだよな。ああ、冷凍。かわいしんや、その死体か。凍ってんな。そうです。画像データに含まれている情報から、撮影されたのが数分前であることと撮影地点の緯度と経度が分かりました。画像データってそういうのあるんだもんね。横浜の海沿いにある倉庫会社です。所有者はセイレンのマスターと同じ。桑名のおじさんだね。セイレンの、桑名の桃園って言ってた元ヤクザだったな、清流会のね。その人の倉庫なら死体を隠すのにうってつけか。倉庫の場所を教えてくれ。いえ、今杉浦氏が車でそちらに向かっています。海藤さんと東さんも。ああ、味方が。山道は伊勢崎ロードを抜けて鶴亀街道に出てください。わかった。いつも助かるよ、つくも。つくもは本当有能だね。神室町では矢上氏に鍛えられましたから。推奨、これからゲームクリアまでバトルが連続します。怖いわそれ。すげえ怖いこと言うな。それはもう買ってこなきゃダメだな。よし、ここ行った瞬間イベント起きたりしたら嫌だけど、大丈夫かな。
一応このこっちのポッポに行こうかな。こっちのポッポもあるけど、あれもいなんとかこういけそうか。そこそこそよこ、やめて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 、カイトさん話しかけないで。ちょっと俺アイテムをちょっと RK か、アイテムをいつも数だけは揃えてきて、アイテムをかわしてくれよ。うわわわわわわ、危ないよ君たち。カイトさん何とかして、俺はアイテム買いに行きたいから、アイテム買いに行かして、アイテム買いに行かしてください、助けてくださいちょっと買い出しに行かさせてください。僕らは行かせたくないってこと、こっちの動きはお見通しってわけだ。後半もう行っちゃってない、もう人目があってもお構いなしって感じだな。お願いします。何あそこちょっとやばくない、格ゲーみたいな揺れ方してるの。カイトさん、あんま時間ないんだ、いつもより巻きで頼むよアイテムを。おい急いでんだとよ、ボサッと突っ立ってねえで。少ない回復アイテムと戦略の力でなんとかするしかないな。この後買い出しに出るかわかんないしな。いやーなんてこったい、あんまねえぞアイテムは。とりあえず SP があるので攻撃力アップなのか体力アップかどっちだな。攻撃力アップかな、いっちゃいましょう。よし、攻撃力がとりあえずマックスになりました。食らいたくないぞ、かわせ、危ねえ。よし、風が、とりあえず減らして、この後俺は買い出し行けるって信じてるから。よし、渋谷、おお死んでない、うん、あー増えるねー、やっぱ増えたか。なんか強そうじゃない。とりあえず減らして、周りの仲間は基本的に、いやー誰か殴られた、基本的に殴り、あぶねー、やぶなー、変わった、バイク乗るなお前、三井のリハウス、やぶねー、志村後ろ後ろ、こうして、危ねえ、こいつがちょっと強いやつだな、きっと。こいつは丁寧に極めアクション EX アクション、こいつはもう食いないから、よっしゃー、なんかでかそうなやつ来た、ラッパー来た、絶対こいつ強いから。本当にの雑魚はやって、なんだこいつ、バットだなこれ。あーこいつはそんな強いやつじゃなかった、もったいない。あ、いやこっちはちゃんと強いやつに行ったな。よし、アイテムヒートアクションでやっていくしかないな。で戦いつつ、いいよ、ちゃんとアイテムも使っていこう。あ、来るぞ、あーくそ、やられた、アイテム持ってると罰が出せないんだな、そういうのもあったか。東いてー、スタンガン、危ない危ない、本当に危ないぞ。回復アイテム少ないからな、このね飲み物ばっか買っちゃってんのよ、飲み物あんま回復しないの、これ見ての通りさ。とりあえずこんぐらいにしとこうか。いけ、やってくれたのお前、よっしゃー、いいよ、あとはザコしかいないね。よし、オッケー、とりあえずここはなんとかなったが、ちょっと買い出しに行かせてくれ、頼む、カイトさん買い出しに、俺を買い出しに行く時間をくれ。車に乗るか乗らないかは今選ばして。そこの4人動くな、警察、ちょっと肝心な時いないで、面倒な時に来るんだよな。違うじゃないですか、 RK を捕まえてくださいよ。あいつでも公安の差し金か。さあね、どの道構ってる暇はないんだけど。コンビニに行く暇もないですか、
大丈夫ですか？大丈夫だ。え、そいつらは俺が知ってる。鍋さん、鍋さん、こっちは三越島の件で江原を調べられることになったぜ。お前らこんなとこで何やってんだ？桑名がまずいことになってんです。警察にも応援頼みますか？警察呼んでいいんですか？まずいってなんだよ。下がっててください。こいつらは我々で取り調べます。こいつ公安だろ。それは後で。人が殺されるかもしれないんだ。黙れ。なあ、こいつらの身元は分かってんだ。ここは俺が補助するから。あ、こいつこいつこいつ、え、やっば。あ、そっちこそ邪魔を。あなた疑ってごめんなさい。ちゃんと警察だったんですね。所属と名前は？こっちはあんたよりずっと上の指示で動いてんだ。うわぁ、いいから引っ込んだろ。鍋さん、警官にわっぱかけられたらもう終わりだぞ。こいつ誰の指示がありゃ。ナベさん、こいつら全員海に叩き落としてくれ。なんか妙な雲行きじゃねえか。全員手を挙げて車の方向け。早くしろ。ナベさん、あれ、ヤガミさんじゃん。あ、いいよいいよ。こんなとこで何やってんの？おお、マッツン、生徒たちが。わかねえ、マッツン。おい、来るな。ちょっと、なんだよ。いや、皆さん、おお、警察が友達のスマホを奪おうとしてます。こいつら、初めと同じことやってる。許されるんでしょうか？いいよいいよ、これ映んの嫌だろ、こいつらも。杉浦、車だ。オッケー。あとコンビニにも寄って。やめろ。誰か、おまわりさんが触って。あかね、ナイス。やるじゃねえか、あいつら。行くよ。おお、おっと、コンビニに、コンビニに寄ってください。あ、あ、ハンピーニューマン、テストナイス。兄弟RK と警官以外は味方みてえだな。兄弟泣いちゃう、この味方みんなしてる感じ。クアナのとこに急いでくれ。了解、分かってますって。うー、コンビニコンビニ寄ってくれそうにないかな。なんかパーキングエリアとか道の駅とかないっすかね。なんもないかな、そういうの。もう自販でいい、自販機でもいいよ。ウーバーイーツ頼んでもらっていい？そっちから見える。いえ、見えますぞ、八神氏。こちらは RK がそこら中にいるという状況です。うわ、相馬は？姿は確認できてません。桑名さんもまだです。そっか、倉庫に入っていった RK の人数はざっと100。やめて、無理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 。ボスと同じぐらい声が高いやついいんだから。100人が河合の死体を探し回ってるようです。結構でかい倉庫持ってたんだな。まだ運び出された様子はありません。スクモ君、車は倉庫のどこにつけたらいい？敵はもう皆さんに気づいて待ち構えています。どこから行ってもお出迎えは避けられません。ってことは正面から堂々と行けってことだ。大丈夫か？もうマジで回復アイテム、まあ、落ちてるかもしんないけど、ダンジョンみたいな感じかな。多いな。車で引いて回ろう。車で、銃より車の方が強いですからね。降りるな、降りるな、その車でやれ。うわ、雨降ってる。ちょっと多すぎない？いや、なんかとんでもない味方とか来てくれないかな。始めようか。やんの？すごいな。前にもこのメンバーで似たようなことがあったな。ありましたね。血が騒ぎますね。生きてるって感じがしますよ。日梨さん、どんだけカムロ町で退屈してたの？かっこいい、かっこいい、かっこいい。コンビニ寄りたかったな。どうなっても知らないよ。どうしようかな。お酒も大して持ってない。この試供品のアイテム、これ本当に少ないね。アイテム本当にまずいレベルで少ないね。どうしようかな。ここからでも切れ。で、雑魚らへんから減らしていくしかないな。減らして後ろからの攻撃とかもあんま起きないように。やめて、やめてよ、やめてって言ったじゃない。ナイフ持ってる。やっぱナイフとかね、銃とかはめっちゃ食らうんだよ。
狂気攻撃はこのデブちょっと強そう。武器持ってる。来ないで。でザコをザコを少しでも減らす。わかせ。後ろからやられました。くそー。回復アイテムどっか落ちてねえかな。いやタオリナとかを使うわけにいかないな。スマイルサラダ、神々の水弱えな。あーなっちゃんリンゴ、あー俺はもう終わりかもしれない。俺はもう森川くん投げ。おー松が縮める。後ろね、敵多いな。わー剣持ってる。危ねえ。こいつは弱そう。銃持ってるやつはいないよな。あの石山ってやつは多分なんかスーパーアーマー。ナイフ持ってるやついる。ナイフ持ってるやついるぞ。あいつには気をつけろ。あいつには気をつけろ。こいつは行かなきゃ。え、何この技。おおすごいすごい、かっこいいかっこいい。なんだこの技。そっか、この技はあれなのかな、ヒットポイントのゲージがヤバかったら出る技かもしれないな。強っ。なんだこの右手をちょっといなすだけのやつ。危ねえ。よしオッケー、ラスト1人になりました。一回負けてコンビニで爆買いしてきました。絶対勝てなかった。最後に強いやつめっちゃ集まってたから。ああ、よし、やっぱ買い出しって大事。まだまだいんのか。まだまだいんの。ほんとボス連戦なのね。何してんだあいつ、何してんだこいつら。あ、探してんのか死体を。とりあえず倒すんじゃなくて中を見ろよ。おい、あいつら見ろ。見張りは何してんだ。いやマジで50人ぐらい倒したんじゃないか。みんな勝手にここへ入り込んできてんだよね。手当たり次第ぶちまけてやがる。不法侵入ですよ。めっちゃいる。探し回ってたんだ。ああ、だがこの様子じゃまだ見つけちゃいねえようだな。どこにいんだろうね。死体もクワナのこともよ。いやでも相馬は見つけてんだろうな。探し物は後だ。こいつらぶっ殺せ。いやまだ連戦なんだとしたら絶対無理だ。ノーダメとかも確実に無理だったから、もうしっかり買い出して見てください。しっかり買ってきたから。しっかり買ってきたね。しっかり買ってきたからもうこれは大丈夫だ。よーし、OK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 。数はそんなに多くなかったな。一人一人は強かったけど。さあ、あとは桑名を探すだけだ。ボス級はもう相馬しかいないから、桑名と戦うことはもうないよな。こっちはまだまだいけんぞ、おら。斎藤さんたちもまだいるぞ。桑名か？見たことない番号からだ。桑名だ、桑名だ。桑名だ。おいでなすったな。これで役者が揃った。あんたもここにいるんだな。今どういう状況だ。あんた何やろうとしてる。河合の死体を餌にずっと居場所のわからなかった相馬をここにおびき出したんだ。相馬を倒そうとしてんだな。奴も今この倉庫に来てる。じゃあお前、楠本玲子に電話したのも全部相馬を捕まえるためだったのか。ああ、捕まえてその顔を光にさらす。奴が好き勝手できんのも闇ん中でだけだ。それを操る公安の黒幕も引きずり出してやる。公安の黒幕、二度と楠本さんに手出しさせない。あの人はあんたを裏切ったんだぞ。罠は偉いな。分かってる。でもいいから手貸せ。相馬をおびき出せるのはこの一回きりだ。仁義というかね、線筋通ってんだよな。全部ずっとやってることは。生け捕りにはできない。手借りたかったんだな。そう言っとくや。敵を騙すにはまず味方からだね。
それにお前らが来なくたってプラン B はあったさ。強い4人いるからな。俺は地下倉庫の一番奥にいる。もう相馬も近くまで来てる。雑魚まだまだいっぱいそうだな。急いだ方がいいみたいだな。たく100人に囲まれといてどんなプラン B があんだ。それはそれで見てみたかったかも。爆発かもな。おお、ここん中いんのかな。セーバーできないんだね。下にも RK たちがいるんだろうね。だろうな。 RK まみれだろうな。やばい、そろそろいい時間な感じもするよね。うわー、キャッホー。あん、上のやつらは何やってんだ。おい、こいつらやっちまうぞ。早々に引き上げてコンビニ爆買いしてよかったわ、本当に。よしよしよし、弱い弱い弱い。ここら辺まではいける。やっぱ人数に囲まれたり銃持ってるやつさえ出てこなければいけるね。あ、すいません、いろいろ当たってごめんなさい。お、カイトさん必要だよ。開かねえか。裏からつっかえ棒でもしてるのかもな。みんな怪我してんな。おい、どうすんだ。他に行けるところがないか探してみよう。お、いつものやつ、いつものやつ来るか。一応探偵ゲームとしてのね。それを残してんだな。ここの謎の歯をゲットしました。ここなんかあそこにあんだよな。中身が違うの。風が吹いてる。おお、先に行けそうなスペースがある。あそこに行けそうだ。あそこに行く方を探さないとだ。いや、登れんじゃないの、この人たちだったら。この人たちだったら登れそうじゃない。これは、うん、上に乗れる場所はないかな。怪しいな。お、こっから上に登ると、こっから上に登っていけってことだ。お、何か行けそうな場所でも見つけたか。ああ、行けるかちょっと調べてくる。みんなは追っ手が降りてこないか見張ってくれ。分断だ。分かった、後ろは任せとけ。慌てずに急げよ、ターボ。慌てず急ぎます。とりあえずここからいつものやつね。ここ登っちゃって、でここ登っちゃって、壁走りか。バスでダッシュして丸、ちょうどよくね。いけー、あよし、届いたー。もうちょっと近づいてから行こう。よしよしよし、これで向こう側行って敵倒して缶抜きみたいなのを抜けば OK なんじゃないの。い、あれ、意外と誰もいない。痛い。え、結構食らった今。これをなんとかしないとな。あー、久々じゃない。え、あ、なんだ、簡単だ。久々にピッキングでも来んのかと思った。よいしょと。どうもー。よっしゃ、来たな。さっさと食わなんとこまで行こうぜ。こういうのはあれだよね、杉浦くんのが得意そうだけどね。その扉から先へ行けそうだね。え、鍵がかかってるな。おお、ピッキングで開けてみるよ。ピッキング、このゲームにおいてマジで2回ぐらいしかまだやってないもんな。こうやって全部を同じ、このなんかちょっとしたなんか真ん中の線みたいなのをちょっとずつちょっとずつ、はい、ちょっとずつちょっとずつ、よし、はい、オッケー、これで、はい、オッケー。すごいな、どういう技術って。さすが矢神さん。あんま嬉しくないな、ピッキング褒められるの。おい、待てこれ。
先に行けみたいになんのかこれ。たく、どんだけ嫌がるんだよ。いつものやつか。タモ、杉浦、いつものやつ。僕は俺と東で食い止める。お前たちは先行け。よく見るやつ。東、海藤さん、たまに見るやつやん。うるや。死ぬやつ。死んじゃうじゃん。杉浦もきっといなくなんだろうなこれ。はい、ということで、今回はこれぐらいにしておきましょうか。ご視聴ありがとうございました。ちょっと長くなっちゃいましたが、次回あれですね、エンディングを見ることが、できるやもしれませんが、どういう結末を迎えるか、分かりませんが、とりあえず相馬はね、俺許してないんでボコボコにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。いやー本当におもろいね。